よこす。邪魔なんだよお前ら。本気で行くよ。竜の力で私に任せて。イルザさん、あっちお願いします。なめてかかるなよ。了解です。お前は敵をどう見る？私たちなら勝てますね。そっさら全力だ。そら、すぐに終わらせる。だ、そこそこだ。全力全力。何？手加減はしないよ。よし、もう一暴れするぞ。そこだ。だ、そろそろ終わりにしてやる。よっぽ、みんな退避。よくわかってるな。どうぞ全力。おとなしくしてて。全力気合い入れなさいよ。邪魔なんだよお前ら。竜の力で私に任せて。気合い入れなさいよ。邪魔なんだよお前ら。お前は敵をどう見る？あたしたなめてかかるなよ。了解です。イルザさん、どうくそじゃ。全力力をよこせ。くそ、あと俺に任せて休んでろ。消し済みにしてやる。骨の髄まで焼き尽くせ。この槍の力見せてあげる。邪魔なんだよお前ら。邪魔なんだよお前ら。格の違いを教えてやろう。だ力をよこせ。死にたい奴はどいつだ。邪魔なんだよお前ら。竜の力で私に任せて。思いっきり暴れられそうね。邪魔なんだよお前ら。この槍の力見せてあげる。くらいなさい。お仕置きや、任せとき。準備はいいの？邪魔なんだよお前ら。本気で行くよ。まだ行ける？
無理はあかんよ。邪魔なんだよお前ら。どいどいどいだ。クソが。私が一緒で。その力なめるなよ。まったくだ。力が欲しいってのは構わねえが、人から奪って手に入れようってな。私たちの力にはいっぱいの記憶といっぱいの思いが詰まってる。だから私たちは戦えるんだもん。そういうわけなの。力が欲しいのなら他を当たってくれるかしら。くっそ。ここまでだギルベルト。陛下を返してもらうぜ。黙れ。その顔だ。何が悪い。何のことだ。お説教はうんざりだ。俺たちは目的を話した。お前はそれを聞いて。俺たちのギルベルト。バカな男だ本当にな。だからお前のお前兄さんと。俺がこの手で始末しただろうが。あのガキを守ろうとしたお前をな。アベル、よく覚えてる。あのガキでさ、あそこで無様に死んだくせに。ああ、もう一度そのための力を。本気で行くよ。竜の力で私に任せて。撃って出ます。あ、私が援護。舐めてかかるなよ。了解です。お前は敵をどう見る。私たちなら勝てますね。うさだだだ。あっちお願いします。一丁前に指示を出すか。うっそこあんた全力邪魔だ。おとなしくしてて。格の違いを教えてやろう。消し炭にしてやる。骨の髄まで焼き尽くせ。これが力だ。お仕置きや。またひとき。
赤の舞遊撃。詳しいことは分かっ力が待て。バカな、なぜハルバーダがいない。黄金の騎士が敗北したことでギルベルトの目ならば、もうギデルバの彼らが保護したのか。この鎖のビア、ただの手だれ。白騎士、七葉の騎士の中でも清廉潔白、白の像をいただく白騎士は、その白騎士が独立子、つまりここに現れたのは、どちらにせよ計画を気取られまいとハルバーダと距離を置い、神王の目的はたった一つ、それは悲劇の始まりである。15ならば向かうべきはシュテルケと。ドランクさんたちからの情、あの天罰は、そしてギルベルト、そして俺がこの手で始末しただろうが。アメよくあそあいつがどんな犠牲を。また何か面倒なことを考えてんのか、ラインハルズ。お前は少しまあでも安心しろって。アベ、それにもギルベルトの目的がグレートウォールである以上、ここでギルベルトを見逃せば、そうなりゃ、そんな世界俺はごめんだ。そうだな、わかる。俺たちだ、ラインハルザ俺は、でも、だからしかし、こうして改まってみ、ああ、あの時は、でも今、だからす、今回の件、ギルベルトおかしな、だからなんだってここに付き合い、あ、B さんほど大丈夫。思い出してみ、なんたってかある意味。じゃあねえ、僕たちちょっと語る、どうしようか。なんでお前は張り合う。私は団長とルリア。ありがとう。じゃあ団長たちのこれまでの旅の中、そうだ、トリト王国の、それが今じゃ、しっかり、ギルベルトが、どうかな、来るぞこいつらいた、わかりません。で、あれ、え、でもここナルグラというか、どうしてこの島に。そりゃこっちのセリフだぜ。見ての通りだ。この感じ、ギルベルトさんの力に似てる。何？ふう、数は増えたものの。なるほどな。でもいいんでしょうか。彼女にはバルフリード団長も一目置いて、それに話を聞いたところ、ナルグランデ空域の、それはおそらくグレートウォールのこと。依頼者はギルベルトの暴走を避け、そして最悪の事態には我々がギルベルトを止められるよう調査依頼を出したのだろうさ。確かにそうか。まあその依頼を出したやつ、今はそれは後回し。バルフリート団長を介して依頼をしてきたということは、フラチの輩ではないだろう。それよりこの島の調査、面白い、王宮の隠し部屋であったと思われる場所で、かなり古いもののようでしたが、術式を見るに詳しく調べようとしたんですが、突然あの異形の、我々がその浮き目にあった、先ほど